日本とセント・ビンセント及びグレナディーン諸島の関係では日本とセント・ビンセント及びグレナディーン諸島の関係について外説する。1979年10月27日、セント・ビンセント及びグレナディーン諸島の独立と同時に日本は同国を承認。1980年には外交関係が樹立された。ただし、セント・ビンセント及び グレナディーン諸島の大使館は在トリニダード・トバゴ。大使館が県葛し、在日本セント・ビンセント及びグレナディーン諸島大使館は未解説である。地理的に離れており、また歴史的にもつながりが浅いこともあって、緊密な外交関係は築かれていない。セント・ビンセント及びグレナディーン諸島は歴史的に関係の深いアメリカ合衆国、カナダ、イギリスとの関係を重視し、 カリブ共同体、カリブ諸国連合、東カリブ諸国機構に加盟している。一方で、関係の緊密化も図られており、2017年までに日本からは64.8億円に上る無償資金協力と17.95億円に上る技術協力が提供されている。よって、日本はセントビンセント及びグレナギン諸島にとっては EU、 アラブ首長国連邦、クウェートに次ぐ第4位の主要援助国である。両国ともに島国であることから水産物に関しての協力が主で開発援助の一環として、漁業や水産、海洋資源の専門家が現地に派遣されたほか、日本が供与した首都キングスタウンにある、魚市場一帯は、リトル東京として地域住人から親しまれている。 貿易もわずかながら行われており、2019年の対日輸出2.2億円、対日輸入は5.1億円であった。主要な輸出品目は魚介類、特にマグロで、主要な輸入品目は自動車などである。外交面では、2018年に首相ゴンザルベスが訪日し、内閣総理大臣、安倍晋三と首脳会談を行い、 安全保障理事会改革や捕鯨問題、北朝鮮核問題、拉致問題についての認識を共有した。特に捕鯨問題については、セント・ビンセント及びグレナディーン諸島は IWC 加盟国でありながら、伝統的なザトウクジラの捕鯨国として知られ、日本の海洋生産資源の利用の立場を支持している。また、さらなる関係進化のため以前から要請されていた、 ビ差発給の要件緩和について友好国であることから日本はそれを認めている。文化的交流としては、1991年には王立セントヴィンセントグレナディーン警察隊の音楽隊に3600万円相当の楽器が無償供与されているほか、1997年、1999年、2000年、2001年の4回に、わたってセントヴィンセント図書館、 古文書局に対する国際交流基金事業、図書寄贈を実施しているなど、政府間でのつながりが存在する。人材交流面でも、若手外交官が来日するプログラムが実施されている。また、同国出身のウィリアムスニカは、プロバスケットボール選手として、日本で活躍している。ありがとうございます。